よくやっているな、エルシオールと紋章機。他の味方が総崩れになっているとは。所詮は無駄なあがきです。指し物ロストテクノロジーも我が軍の圧倒的な数の前では偶然の楽しみ。しかしあのマイヤーズという男、なかなかやる。惜しいな、実は。エオニア様の理想を理解できない愚か者です。いくら有能であろうと、志なき者に未来はありません。そう、私の心はすでに固まっている。シヴァが手に入らなくても封印を解く手は見つかる。もはや反逆者どもの始末に遠慮はいらぬ。心得ております。その生き残った反逆者どものことですが、いかがいたしましょうか。彼らとて武人の端くれだ。せめて戦って死ぬ権利ぐらいは与えてやってもいい。もうお優しいんだから、お兄様は。ノアか、いけないかい。いけないわ。抵抗する権利を与えるなんて。ノア様、直接船全体に話しかけるのはご遠慮くださいと以前から。いちいち呼び出しをするなんて面倒だもん。いいじゃない。ですが我々はノア様と違い。いや、よい。続きを聞こうではないか。失礼しました。いいこと、お兄様。お兄様に逆らった人間たちなのに、そんなやり方じゃ全然物足りないわ。もっと惨めで、もっともっと恐ろしい死に方をさせなくちゃダメ。やれ、厳しいね。それじゃあノアならどうしたい。ノアなら狙い撃ちの的にしちゃうわ。通信とモニターだけを残して、あとは全部機能を停止させるの。そこをノアたちの船で攻撃するのよ。指一本動かせない。だけど目だけは無事なまま迫ってくる刃を見つめ続けなきゃいけないのって、とっても恐ろしい死に方なんじゃない。なるほど、確かにそれはとても恐ろしいでしょ。ねえお兄様、ノアに任せて。ああ、いいと思う。やっておくれ。エオニア様。わーい、ありがとうお兄様。ノア、頑張っちゃうね。あ、そうだ。紋章機と、紋章機をくれなかったタクトの船は、特に時間をかけてゆっくり壊してあげよっと。それじゃ、見ていてちょうだい、お兄様。何だったんだ今の光は。
大変です！エルシオールの使用システムが停止しました！メインバーニア、姿勢制御用バーニア、火器管制システムなど、クロノストリングエンジンに依存するシステムが起動停止！情報通信系統、環境維持システムは無事です。ただ、サブシステムのエネルギーがいつまで持つかは不明です。そんなバカな。一体何が起きたんだ？エンジェル大会通信です。タクトさん、紋章機が急に動かなくなっちゃいました。どうなってるんですか？エンジンが急に止まったの。再起動しようとしても、うんともすんとも言わないわ。エルシオールも動かないのですか？私たちだけじゃありませんわ。友軍の船も全て動きを止めています。何がどうなってんだい？ともかくただの故障じゃないことだけは確かなようだね。さっきの黒い光が原因ではないでしょうか？あの光が広がった直後に紋章機の動きが変になりましたもの。無人艦隊と攻撃衛星が動き出しました。こちらに向かってきます。ダメだ、回避できない。こちらも回避不能です。敵の一斉射撃が来ます。私も生きてるよ。みんな無事かい？はい、なんとか。とりあえずだけどね。大丈夫です。ダメみたいです。ごめんなさい。今ならまだ間に合う。シバ王子を救命ポットで脱出させるべきだ。何を言う。私だけ脱出するなどできるか。あの指令、乗組員にも退艦命令を出しますか？ファイヤーズ氏、ダメ、全然動かない。どうしたらいいの？せめて修理機能だけでも回復できれば。無理な注文言ってもしょうがないよ。こいつは覚悟を決めた方がいいかもね。もうここまでなんでしょうか、私たち。そうかもしれない。紋章機が動かないんじゃどうすることも。
ここで諦めてどうするんだ！自分たちの力を信じろ！最後の最後まで！そうだね。ここで逃げてたまるかっての。せっかく今日まで頑張って今投げ出したら全てが無意味ですわ。私たちが倒れたら次はもっと多くの人たちが犠牲になる。つまんないちっぽけな命かもしんないけど、あんな得体の知れないものにくれてやるほど安くないんだから、絶対に絶対に負けません。何よこれ。これは何かが勝手に動いて、無償期の隠された力。紋章機だけじゃない、エルシオールもおかしいぞ。全システムが暴走している。暴走とは違うような。これはまさか、システムそのものが書き換えられていく。見ろ、動力圏が異常なエネルギー数値を示している。上がっているみたいですわ。この翼のせいでしょうか。動力系良好、考えるの後回しだ。まずは目の前の問題を片付けようじゃないか。はい、黒き月。なんだあの輝きは。あの翼は一体何なのだ。わかりません。ノア様のフィールドの中で動けるはずは。ともかくここは様子を見た方が良さそうだ。一旦後方へ引くぞ。エンジェル隊配置完了しました。エルシオール、システムすべて良好、攻撃準備整いました。作戦図、メインモニターに出します。敵の編成は、防衛ラインを形成している攻撃衛星と高速突撃艦、それに大型戦闘母艦だ。はい、そんな気がします。もう一度作戦内容を確認する。
了解。今なら負ける気がしないわ。今の猛将棋なら。その通り。今度はこっちの番だよ。これまでやられた分、意志をつけてお返しして差し上げますわ。因果応報。行きましょう、タクトさん。よし、行こう。みんなの力を合わせて黒き月への突破口を開くんだ。標準のズレが止まったと感じられません。敵に回避されました。タクトさん、すごいですよ。猛将棋が強くなってます。はい、タクトさん、任せてください。はい、タクトさん、お任せください。こちらハッピートリガー、目標を片付けたよ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。了解、あんたを信じるよ。はい、行動を開始します。攻撃成功。このまま一気に落としてやるわ。
わかったわ、タクト。攻撃に失敗。もう一撃必殺アンタークローン。あれ、当たったかな。敵の破壊に成功。よかった。何やったのよ。うまく当たったわ。今の紋章機なら楽勝ね。わかったわ、タクト。よし来た、タクト。はい、タクトさん、行動を開始します。行きます。ハイパーカノン。外しちゃった。早くこの感覚に慣れなきゃ。はい、タクトさん、任せてください。攻撃成功。このまま一気に落としてやるわ。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。開始成功。どうしたか。でも二度は挟まよう。目標の中枢部に命中。うまくいきました、タクトさん。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。了解です、タクトさん。了解しました。連中したわよ。見ててくれた、タクト。お行きなさい、フライヤーたち。うまく当たったようです。狙った箇所に正確に当てられますわ。回避に成功しましたわ。機体が軽く感じられますわね。ハーベスター、了解。効果的な一撃を与えられましたわ。タクトさん、ご覧になりました。攻撃をかわしましたわ。ご心配なく、タクトさん。了解。あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。タクト、一体全体何がどうなってんだい。紋章機に翼が入るなんて、逆に性能まで上がってさ。攻撃を始めますわ。早くこの感覚に慣れなきゃ。効果的な一撃を与えられましたわ。ちょっとさ、この翼のおかげで命拾いしたとはいえ、わけわかんないね。もう了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。回避に成功しました。全方面解放、出力最大。いくよ、ストライクバースト。ちぇ、外したか。でも二度は外さないよ。しまった、狙いがそれたよ。攻撃回避したわ。目標を捉えた。機動力が違うのよ。ガーバレしてきますか。タクト、目標に中枢が中枢。敵を撃ち落としたわ。うまく撃ちました、タクトさん。ハーベスター、了解。あれ、やったぞ。ど真ん中。よかった。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。はい、タクトさん、任せてください。回避しました。以前までの機体なら行きまーす。油断していたでしょう。ハイパーカノン。はい、タクトさん、任せてください。タクトさん、攻撃を回避できました。あれ、当たったと思ったのに回避できてる。よかった。まあ、せっかく性能が上がったんだから有効に使わせてもらおうか。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。紋章機がどれだけ強くなったか、この戦いで確かめてやるよ。了解、あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。4番機被弾、大したことはないよ。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。そんな攻撃効かないよ。
今のハッピートリガーにはね。見えて行くわよ。さっきはよくもやってくれたね。ほらほら、お返しだよ。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。タクト、こいつはすごいよ。今までとは別の機体みたいだ。はい、タクトさん、行動を開始します。アンカークロー、よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。攻撃を受けたわ。でも、かすり傷だから心配しないで、タクト。わかったわ、タクト。レーダーによると、敵は…あ、あそこね。はい、タクトさん、任せてください。おっと、外した。今までと少しタイミングが違うってことか。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。夢でも見ているような気分です。紋章機に翼がついてしまう。再び動けるようになってから性能も格段に上がっていますわ。これでもう怖いものなしよ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。今の攻撃は効いたようですよ。この調子で参ります。助かりました。じゃあまた行ってきます。はい、タクトさん、任せてください。回避に成功しましたわ。機体が軽く感じられますわね。今なら敵を一気にやっつけられそうですね。4番機、応急処置が完了した。もう一暴れしてくるよ。タクトさん、すごいですよ。紋章機が強くなってます。敵を一気にやっつけられそうですね。見えて行くわよ、カンフーファイター。タクト、攻撃失敗しちゃったわ。よし、命中。命中したわよ。見ててくれた、タクト。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。回避成功。今日の私は人もう許さないわよ。いけアンカークロー。タクト、聞いてよ、この紋章機すごいわ。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。攻撃目標全滅しました。タクト、今なら黒き月に到達できるぞ。よし、目標変更、黒き月本体を狙う。これがロストテクノロジーの真の力なのか。黒き月のエネルギー反応低下していきます。なんだと、ノアは何をしているのだ。
ノア様からの応答ありません。ただセンサー類の出力はむしろ上昇中です。まるで何かを探っているような。そうか、観察しているのか。白き月の落とし物たち、秘められた力を。いかがいたしましょう、エオニア様。やむ。コントロール可能な艦隊は全て黒き月の周辺まで交代させろ。はっ、承知いたしました。黒き月のエネルギー反応低下、周辺の無人艦隊交代していきます。やったか。一気に黒き月よ。あれ、あれれ、ラッキースターの翼が消えちゃいました。それにいきなり出力も落ちて。他の紋章機からも翼が消えました。紋章機の出力が平常以下に落ちています。どういうことだ。黒き月を叩く絶好のチャンスだってのに。司令、ルフト巡哨から通信が入りました。タクト、見事だったぞ。いや、胸がすく思いじゃった。まだ興奮が収まらんよ。あのデカブツも何やら動きを止めたようじゃ。今のうちに撤退し体勢を整えよう。敵が動きを止めた途端にこちらは自由を取り戻した。今惑星ローグの裏側に再集結中じゃ。うん、そこで改めて話をしよう。ではな。了解。エルシオール前進。紋章機を収容後、合流ポイントへ向かう。マイヤーズ司令、味方艦隊との合流ポイントに到着しました。依然沈黙を保っています。惑星ロームを挟んで睨み合いか。あのデカブツもいずれ動き出すだろう。そうなる前になんとか型をつけたいもんだな。生き残った味方が集結できたとはいえ前途多難だな。失礼します。エンジェル隊、ただいま戻りました。来る途中で外の様子も見てきたけど、ひどいもんだね。無傷の船なんて全然いないよ。皆さん、この合流ポイントまでたどり着いたのが不思議なくらいですわ。死傷者も相当な数に上っているようです。これじゃあ体制の立て直しといっても2、3日どころじゃ効かないわね。いえ、そんな、私にも何が何だかよくわからないうちにああなっちゃって。それにしてもあの時紋章機とエルシオールに起きたあれは一体何だったんだい。
に関してはクレーター班長を中心に調査してもらっているところです。何か分かったら報告があるでしょう。司令、ルフト准将から通信が入っています。ご苦労じゃったな、タクト。エンジェル隊も揃っておるか。状況か。簡単に言うと、今はわしが総司令代行を務めておる。ファーゴを脱出する際、エオニア軍の攻撃で、他にもわしより階級が上の方々は全員行方知れずでな、やむなく今はわしが指揮を取っておるのじゃ。多くの犠牲者が出たのだな。はっ。しかし芝王子がご無事であられただけでも不幸中の幸いです。ルフトよ、広告軍を再びまとめ上げる役目お前に委ねる。謹んで拝命いたします。老骨に鞭打って最大限の努力をいたします。さてタクトよ、お前の今後のことなんじゃが。エルシオールとエンジェル隊の司令は引き続きお前に任せようと思う。引き受けてもらえるか。うん、頼むぞ。他にもいろいろと聞きたいことはあるが、いかんせん処理せねばならない問題が山積みでな。また時間が取れたらこちらから連絡しよう。ともかく今はゆっくり休んでくれ。タクトさん、ほらミルフィー、ボケっとしてないで、なんか言ったら。あ、うん、その。おかえりなさい、タクトさん。どうした？黒き月に変化が見られます。メインモニターに映像を出します。黒き月の内部から無人艦が次々と出現しています。周辺の無人艦も集結しつつあるようです。新手の無人艦隊、他の艦隊と合流しつつ黒き月を囲むように布陣しています。攻撃衛星の代わりの防衛ラインってわけか。これじゃ本当にキリがないぜ。いかにもあのまがまがしい姿、あれはまさしく黒き月に違いない。黒き月、自己増殖、察するに黒き月とは無人艦隊の生産工場といったところでしょうか。だとしたら大変じゃない。あの黒き月がある限り無人艦隊がどんどん作られるってわけでしょ。それだけじゃないよ。ファーゴとロームを壊滅させた攻撃や紋章機を機能停止させた妙な光もあいつの仕業なんだ。これからどうなっちゃうんでしょう。勝てるんですか私たち。何でしょうか。
ああ、そうだな。なんだかんだでずっと戦いっぱなしだったからな。ワーグを離れてからもう20時間ほど経っています。そんなに時間が経ってたんだ。興奮しているせいか全然気がつかなかった。それじゃあ私たちは先に休ませてもらうとするよ。行こうみんな。なんだか不思議。舞踏会に行ってたのがなんだか夢の中の出来事みたいな気がしますね。はい、タクトさんもお疲れ様でした。それじゃあ失礼します。では私も部屋に戻らせてもらうぞ。皆の者ご苦労であった。そうだな、敵はどんどん数を増やせるのに対してこっちの戦力はガタ落ちだからな。数少ない味方も自分たちの修理や被害を受けた民間人の救助で大忙しですもんね。エルシオールにしてもファーゴを大急ぎで脱出してきたせいでかろうじて修理ができる程度の補給物資しかありません。まったくだ。今のところ黒き月が動かないでいるのがせめてもの救いか。お前のその性格が今は羨ましいよ。ところでお前も休んだらどうだ。交代が必要になったら呼ぶ。一眠りするなり館内の様子を見てくるなり好きにしていいぞ。私たちも交代で休ませてもらいますからご心配なく。司令もお休みになってください。お疲れ様です。ベッドに入るとすぐ寝ちゃうんですけど今日はなんだか寝つけなくて。ねえタクトさん、エオニアさんはどうしてあんなことをしたんでしょう。はい、私よくわからないんです。エオニアさんって5年前まで広告に住んでいたんですよね。だったらお友達もいたんじゃないでしょうか。他にも子供の頃の思い出の場所とか。今みたいなやり方を繰り返していたらお友達も思い出の場所もみんななくなっちゃいますよ。それでも構わないんでしょうか。やっぱりわかりません。どうしたら広告を、世界をそんなに嫌いになれるんでしょう。この世界には面白いことや楽しいことや美味しいものがたくさんあるのに、それ以上に悲しい思い出があるんでしょうか。だけど
自分が不幸せだからって他人も世界も同じように不幸にしてやろうっていうのは良くないことだと思います。私変なこと言ってますか？はい、そうですよね。私たちが頑張らないとたくさんの人たちが困っちゃうんですよね。よーし、頑張るぞ。はい、それでどうやってエオニア軍を倒すんですか？本当に大丈夫なんですか、タクトさん？わかりました。きっとなんとかなりますよね。私タクトさんを信じてますから。トレーニング？別に無理なんかしてないわ。なんか無性に体を動かしたい気分だったのよね。それよりあんたも見たでしょ、紋章機の翼。私もびっくりしたわ。紋章機は生まれ変わったのよ。紋章機から私の体にすごいパワーが流れ込んでくるのを感じたの。私まで生まれ変わった気分だったわ。そうよ、すごいことだわ。操縦した感じも今までと少し違ってたし、それにあんな綺麗でかっこいい翼なんだからきっといいものに違いないわ。タクトもそう思うでしょ？そうでしょそうでしょ、私の勘は正しいに決まってるわ。それがもう今までと断然反応が違うの。まるで私だけのためにチューンナップされたみたいだったわ。この生まれ変わった紋章機があればエオニア軍なんか目じゃないわ。あいつらにやられた人たちの仇を取ってやる。あ、タクト、いいとこに来たわね。これからランカと一緒にお料理作るんです。暗い雰囲気を吹き飛ばすために美味しいものを作ってみんなに食べてもらおうと思って。そこにちょうど私が通りがかってね。せっかくだから私も料理を教えてもらおうかと思って手伝うことにしたの。期待しててくださいね、タクトさん。私の料理の腕前にびっくりしないでよ。それではランカさん、先生の後に続いて掛け声をよろしく。先生？掛け声って？ミルフィー、ランカのお気楽クッキングって、何よそれ。ダメじゃない、ランカ、ちゃんと一緒にお気楽クッキングって言ってくれなきゃ。なんで私がそんなこと言わなきゃなんないのよ。あ、ごめんね、その前にランパのところも言ってもらうんだったわ。そういう問題じゃない。
ゃないわよ。タクトもこのお気楽娘に何とか言ってやってよ。そうそう、私のことは気軽にミルフィー先生って呼んでね。何が気軽によ、タクトまで調子に乗っちゃって。いいわよ、分かったわよ。それでミルフィー先生、今日は何を作るんですか？はい、今日のお料理はイチゴをたっぷり使ったケーキです。わあ、それは美味しそうですね。ではまず材料のご紹介から。というわけで、ここに下準備の終わった生地があります。早っ。ミルフィー先生、生地の作り方の説明は。だって早く食べたいんだもん。あたしに教えるのはどうだったのよ。生地を型に流し込んで熱したオーブンに入れてっと。何事もなかったように進行するんじゃない。焼き上がるまでは50分くらいかかります。その間にホイップクリームの方を。あー、オーブンから火が。ミルフィー、あんたオーブンに何入れたのよ。何って、ただのケーキ生地なはずなんだけど。ただの生地がこんな大爆発するわけないでしょ。あ、逃げた。待ちなさいよ、タクト。タクトさん、いらっしゃいませ。タクトさん、また司令官に就任してくださったんですってね。バニラさんから聞きました。はいはい、こちらこそ。と喜びたいところですが、すみません、今は。近くの外壁に被弾したせいで波を越す装置が故障しましたが、大したことはありません。ですが、宇宙クジラが悲しんでいるそうです。いえ、そうではありません。ただ心が痛いんです。一夜のうちにここ400年分と同じくらい、いやそれ以上の人々の嘆きと悲しみを聞いた。宇宙クジラはそう言っていました。宇宙クジラが言っています。気にするな、お前たちはお前たちにできることをしてくれ。いずれ決断の時が来るだろう。勇気を持って前へ踏み出すがいい。だそうです。いいえ、それでは僕は動物たちの部屋の点検途中なので、これで失礼します。私たちに
できること。大勢の人々が亡くなりました。私は見ていることしかできませんでした。わかっています。でも亡くなられた人々の家族や友人の悲しみを思うと胸が痛みます。タクトさん、私たちはこれからどうすればいいのでしょう。私も同じ考えです。はい、私にできることがあれば何でもお言いつけください。タクトさんの言葉を聞いていると安心できます。やはりタクトさんが司令でよかった。それでは所用がありますので、私はこれで失礼します。どうされました？はい、おかげさまでみんな怪我もなく無事です。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。治療終わりました。すごい、もう痛くない。どうもありがとう。あら、マイヤーズ司令、いらっしゃい。いえ、ちょうど今終わったところです。それよりバニラから聞いたわよ。また司令に戻ったんですってね。そうね、なんか不思議よね。もっともこういう非常事態の結果そうなったというのは皮肉な感じだけど。司令が気を落とすことはないわ。あなたは立派に戦っている。これからもよろしくお願いね。ウギウギです。目を離すと心配なのでなるべくそばに置いておこうと。いえ、いつ自分の部屋が被弾しないとも限らないですから。大丈夫よ。さっきはたまたま防御システムがダウンしてたせいで被害が大きかっただけなんだから。
そうなのですが。もちろんよ。ナイスアイデアだわ、司令。それではケイラ先生、今度の戦いからはウギウギをお願いしてもいいですか？任せて。後で世話の仕方を教えてね。はい。助言をいただいていますし、あたしらだよ。あの時紋章機に乗っていた人間として当時の様子などをお伝えしていたところですの。おかげでとても助かりました。原因の究明は難しいですが、何が起こったのかに関してはもうじきご説明できると思います。いいえ、こういう状況でこんなことを言うのもなんですが、楽しんでいます。ロストテクノロジーの謎を解き明かすことこそ研究者である私たち月の巫女の使命であり、無常の喜びですから。小さな女の子ですか？ノア。いえ、そういう子は見たことがないですね。何かの見間違いではありませんか？なんだい？面白そうな話だね。小さな女の子。タクトってはそういう趣味があったんだ。人は見かけによらないね。冗談はさておき、ちょっと気になりますわね。話が本当だとしたら、その女の子は何者だったんでしょう？単に寝ぼけてただけなんじゃないの？夢でも見たんでしょ？でも、エオニア軍のスパイということも考えられますわ。その可能性もあると思いますが。だとしたら大変じゃないか。こっちのデータが盗まれたかもしれないんだよ。エルシオールも紋章機もロストテクノロジーの塊です。そう簡単に解析はできないと思いますが。まあ何かあったらその時に考えればいいさ。じゃあ私はそろそろ行くよ。私もお先に失礼させていただきますわ。はい、お任せください。ここにいらしてたんですか？はい、私もびっくりしました。本当に空が割れてるみたいですよね。なんだか怖い。
心配ですよね。私たち勝てるんでしょうか。タクトさん、私に何かできることってありませんか？わかりました。しっかりしろ。あ、ごめんなさい。はい。よかったらちょっと歩きませんか？タクトさん、さっきの励ますって話なんですけど、私の周りってしょっちゅう変なことがあるじゃないですか。舞踏会でもドレスが焦げちゃったり、めったにないはずのことがよく起きて周りに迷惑をかけちゃったりするけど、でも自分ではそれをどうすることもできなくて。でも時々悲しくなることもあります。幸運だけなんて虫のいいことは言わないから、せめて普通の運になれたらいいのにって。結局自分でどうにかできることじゃないんですけどね。やっぱりだから私、悲しい気持ちになった時にはいつも自分にこう言い聞かせてるんです。どんなに思いもよらないことに巻き込まれても、せめて気持ちだけは前向きでいようって。タクトさん、それ微妙に前向きじゃないような気が。そうです、しっかりしろ。素直でよろしい。ねえタクトさん、これから先タクトさんがどんな決断を下そうと、どんな困難な道を選ぼうと、私もエンジェル隊もタクトさんについていきます。だからタクトさんは自分の決断に後悔しないような道を選んでください。なんかゴゴゴゴゴって天井の方から聞こえてきますよね。おい、誰か公園にいるのか？いるなら早く退避しろ。タクト、このバカ、なんでよりにもよって。公園にいただけでバカっていうのはあんまりだと思います。いいから早く逃げろ。展望公園のエアロックが突然開き始めたんだ。現に開いてるんだからしょうがないだろう。どこが故障したのかわからんが、ブリッジからもコントロールが効かない。あと10分ほどで公園の中の空気はなくなるぞ。急いでそこから離れろ。お前たちが出たら入り口の隔壁を閉鎖する。でもエアロックが開いちゃったらこの公園はどうなるんですか？ここはみんなの安らぎの場なのに、草や木だって、あのカフカフの木も死んじゃうんですよ。千年も生きてきたのに。
めんなさい、変なこと言って。仕方ないんですよね。私たちにはどうすることも。おい、どうした？早く出ろと言ってるのが聞こえないのか？はい、私もお手伝いします。人の話を聞けよ、お前ら。仕上がる。とりあえずエアロックは閉じられたようだが、危険なのに変わりはないから早く公園を出ろよ。この公園どれくらい立ち入り禁止になっちゃうんですか？誤動作、それってめったにないことなんですか？それってやっぱり私の運のせい？ごめんなさい、タクトさん。タクトか。私は良いことを思いついたぞ。エオニア目を打倒し、反乱軍を一掃する名案だ。うん、そなたと私が結婚すればよいのだ。
さすれば、そなたは広告軍を思うがままに指揮できる。私も、思う存分、そなたとダンスができる。それだけではないぞ。反乱軍討伐の働き次第では、そなたに継承権第一位の座を譲ってもよい。そうなればタクト、そなたがこうだ。何を申す。私は、寝ぼけてなどおらん。なぜそなたがここにいる。そうかそうだったな。私はタクトに、いや、マイヤーズに。うんでは、タクトよ。私はさっき妙なことを口走ってはいなかったか。そうか、やはり。冗談か。そうだな。そう思うのが当然であろうな。いや、よい。そなたは悪くない。タクトさん、僕です。ちょっとよろしいですか？宇宙クジラから急ぎの伝言を預かってきました。信じられないかもしれないが、彼女の気持ちを真面目に聞いてあげてほしい、だそうです。タクトさんが今しがた会話していらした人だそうですよ。そういえばわかるだろうって。とりあえず、よろしくお願いします。それじゃあ、僕はこれで。タクト、クロミエは何の用だったのだ？そうだ。私は女だ。その理由は、私自身にもわからぬ。誰からも、シャトヤーン様からさえも訳を聞かされていないのだ。そうだ。このことを知っているのは、シャトヤーン様と、この船にいる侍女だけだ。皇族も政府も真実は知らなかったと思う。私はあくまでも王子、男として扱われていたからな。無
ちろんエルシオールに乗っている月の巫女たちもエンジェル隊の者たちも私が女であることは知らぬはずだ。ならば女であるという確たる証拠を見せた方がよいか。そうであろうな。今の状況下で私の出生が疑われるのは好ましいことではない。タクト、そなたに頼みがある。この事実は今しばらく伏せておいてもらえないだろうか。そうだな、我々の間ではそれでよいだろう。願いを聞き入れてくれて感謝するぞ、タクト。あ、それから、その、さっきの私の寝言は忘れるがいい。決して気にしてはならんぞ。では、私は部屋に戻るとしよう。邪魔をしたな。マイヤーズ司令とエンジェル隊はブリッジまでお集まりください。繰り返します。マイヤーズ司令。うん、遅い。待ちくたびれたぞ。紋章機とエルシオールに起こった現象の説明に芝王子にもご協力をいただければと思って私からお願いしたんです。ぜひ説明を聞きたいね。私らもずっと気がかりだったんだ。ああ、ランファなら今ミルフィーを探しに。お待たせ、やっと見つけてきたわ。聞いてよ、ミルフィーったら倉庫に隠れてたのよ。別に隠れてたわけじゃないもん。ふーん、あんたの辞書では人目につかないところで丸く縮こまってるのは隠れてるって言わないわけ？あ、いえ、なんでもないんです。大丈夫ですから。これで全員揃いましたわね。ではクレータさん、お話をお聞かせ願います。はい、昨夜の戦闘中エルシオールと紋章機に起こった現象なのですが、調査の結果、紋章機もエルシオールも制御系、動力系などの全システムが新しいものに書き換えられていました。つまり見た目こそ今までと変わりありませんが、その中身は丸ごと生まれ変わったとも言えます。やっぱりあれは暴走ではなかったんですね。でもあの時外部からはこれといって不審なアクセスはありませんでしたよ。外部からの干渉ではない。新しいシステムデータはエルシオールと紋章機の内部にずっと眠っていたものだったの。そうです、ご存知の通りロストテクノロジーには未知の領域が数多く存在します。その解析がある程度進んだ技術は宇宙船などにコピーして利用しているわけですが、紋章機とエルシオールに使われているテクノロジーについては私たち
月の巫女の必死の研究にもかかわらず、ほとんど謎のままでした。ロストテクノロジーの結晶とか言われてるけど、要はブラックボックスばっかりで、オリジナルのまま使うしかなかったってことだろ。そう言われると立場がないですね。ですが昨夜の事件でその謎に迫る手がかりがようやくつかめたんです。まずシステムの更新については、パイロットの精神状態と何らかの関わりがあるのではないかと推測していますが、詳しいことはまだ不明です。ただあの翼が出現している間、紋章機の攻撃、防御、機動性などあらゆる性能が向上していたことは分かっています。またパイロットとヘイローシステムの同調率も各機 100% を超える数値を記録しています。これらの状況から、あの輝く翼が出現している間、紋章機はその持てる性能をフルに引き出していたものと思われます。 100% を超える数値？あの、いくらなんでもそれは何かの間違いなのでは。私たちも目を疑いましたが、これは事実です。理論限界値以上の性能を引き出していたことは現在の紋章機からも見て取れます。どういうことですの？スロットルや照準といった操縦系統が今までの調整では不可能なレベルまで最適化されていたんです。つまり各パイロットの特性や癖に合わせてチューニングし直されたと言えます。やっぱりそうだったんだ。なんだか今までと操作性が少し違うと思ったのに、やけにすんなり動かせたのはそのせいなのね。つまり紋章機はパワーアップしたということですか？それってすごいじゃないですか。ですが一度出た翼が消えてしまったのはなぜなのでしょうか？その原因は今のところ不明です。翼が消えた際に性能の低下が見られましたが、これは限界性能を引き出した反動と思われます。そうだな、あのままいけば黒き月にとどめを刺すことができたかもしれない。翼の起動条件も現在調査中です。多分パイロットと機体のリンクが一定レベル以上に達することで起動するようなのですが。結局詳しいことは何も分かってないってわけね。改めて考えるとそんなものに命預けてるのよね。私たち研究者にとっては衝撃的でした。紋章機とエルシオールにこんな秘密が隠されていたなんて。シャトヤーン様がこの場にいらっしゃれば何か助言を賜ることができたかもしれませんが、今の状況では。はい、エルシオールもシールドの出力をはじめとする防御面が強化されています。攻撃面は強化されていないのか？ただでさえこの船は火力が足りないってのに。ええ、今のところはですが。実は書き換えられたシステムの中にエルシオールに追加兵装があることを示すデータが発見されたんです。船首部分に取り付ける大型のエネルギー砲です。これがあれば黒く月にも十分対抗できるかと思います。そんなにすごい武器があるなんて初耳です。その武器はどこにあるんですか？それについてはこのデータをご覧ください。
追加兵装のデータとともに発見されたものです。この図面の中心部、兵器生産プラントとおぼしき場所にこの武器が眠っているようです。それについては私よりも芝王子の方がよくご存知かと思います。私にも確証があるわけではない。ただおそらく私はこの場所を知っている。それは白き月だ。ちょっと待ってください。白き月に兵器が隠されているとおっしゃるんですか？私も信じたくはないわ。でもこの兵器がロストテクノロジーだとしたら、それが白き月にあるのも不思議ではない。それにもっと信じたくないことだけど、図面を見る限り白き月は最初から兵器の製造が可能なように作られていた可能性があるわ。そんなはずないです。白き月が兵器工場だなんて。信じるかどうかはそなたたちの自由だ。だが以前シャトヤーン様から同じ図を見せていただいたことがある。そういえば私たちもこの見取り図にあるような奥の方まで入ったことはないわね。そうですわね。月の巫女の皆さんはてっきりご存知かと思っていたのですが、この見取り図にある区画はシャトヤーン様から立ち入りを禁じられていたんです。だから白き月に兵器なんてあるわけが。信じるかどうかは自由だと言ったはずだ。そなたはどうだ、マイヤーズ。決定権は司令官のそなたにある。それはいいが、白き月とトランスバール本星に向かうとなるとエオニア軍の拠点に飛び込むことになる。ま、それはそうだな。わかりました。私、タクトさんのご迷惑にならないように頑張ります。